疲れてんの？学校で疲れた。学校で疲れたか。で、その時はこのパワーアップ装置でパワー入れればいいね。子供はお尻から入れてあげる。これ。空気抜いてみれば？え？空気抜いてみれば？空気抜かない。お、早く来たよ。ちょうど始めるとこだぞ。おいで。真面目にじゃあこっちか。え、じゃあ覚えてよ。プラス。プラス。そんなだらしないってやる気ないの子だってダメなの。プラス。プラス。じゃあよ、みんながそんなだら元気ないんだろ。僕はみんなに、僕のツバをぶっかけてやる。プラス。プラス。あんた奥さんでしょ、あんたの。プラス。プラス。これ、この人、この名前覚えてよ。プラスくん、言ってよな。プラくん。プラスくん。プラスちゃん。ちゃんじゃない。これ、マイナス。マイナスちゃん。マイナス。マイナスちゃん。マイナス。マイナスちゃん。ちゃんつけるの？じゃあ、ここにプラスくんは何人いるでしょうか。わかりました。はい。鈴木さん。4人。だから、プラス4、言ってよな。プラス4。プラス4。プラス4。プラス5。元気ない。プラス4。プラス5。プラス4。プラス5。じゃあここにマイナス君は何いますか、教えてくれる人。はい、鈴木さん。1,2,3,4,5,6。マイナス6。マイナス6。そういうふうに言ってよ、今日。ちょっとその約束だけ覚えてくれればね、あとみんなできるから。マイナス6。マイナス2。おー、お前めちゃくちゃやがって。ねえ、それさ、投げて投げて。いやだ。マイナス6。マイナス6。マイナス6。今度下げたらほっぺた中だからな。プラス君が街の中でマイナス君に会いました。いやー、マイナス君こんにちは。マイナス君がプラス君に言いました。いやー、プラス君を、プラス君おめでとう。プラス君マイナス、こういうのどっかで見たことない？こういう記号絶対じゃん。だからこの前の、いや、これ新しい、新しいんだもん。こういう記号どっかで見たことある？どこで見た？足し算とか。あんた先週月曜日来た？木曜日に。来てないよ。そこでプラス君とマイナス君が言いました。プラス君は、プラスはいくつでしょうか？いくつですか？プラス？プラス1。マイナスは？マイナス2。どっちが多いでしょうか？マイナス2。違いはいくつですか？1。1だから、こうやって見てよ、見ててよ。同じ数だけ消してみればいいのね。いいか？ほんと違いはいくつ？1、2。マイナス1。どら？マイナス1。マイナス1。マイナス1。というように答えてください。マイナス2。じゃあ、プラスとマイナスどっちが多いですか？プラス。プラスはいくつですか？プラス4。マイナスは？マイナス2。じゃあ、同じ数だけ消しますよ。違いはいくつ？8。プラス2。そう、カタ君言ってくれた。プラス2ってな。プラス2。プラス2。プラス2。じゃあ、プラスとマイナスどっちが多いですか？マイナスの多い。マイナス2。プラスはいくつですか？プラス3。マイナスはいくつですか？マイナス5。何？マイナス5。マイナス5。同じ数だけしますよ。そうするとどっちが多いですか？マイナス2。どっちですか？マイナス2。よし。じゃあ、しっかり言ってください。プラス。プラス。もっと先生、あなた好きな、僕のこと好きな人はいいよ。嫌いでしょ？好きなの？先生嫌いでしょ？で、嫌いだったら、嫌いだったら唾をたくさん飛ばしなさい、あんた。プラス。プラス。あ、好きなの？あ、そう。プラス。プラス。もっと強く、プラス。プラス。もっと強く、プラス。プラス。あなた、ダメよ、僕のこと好きなやつじゃ。な？ならない方がいい。性格悪いから。マイナス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 。かける。プラスっていうのはね、一本棒が多いのね。で、マイナス君ってのは一本しかないのね。目もマイナスなの。目はプラスなのね。じゃあ、プラスとマイナスどっちが多いでしょう？どっち？コウダ君。マイナス。マイナス。マイナスの方がいくつ多いですか？マイナス1。マイナス1。もし、え、じゃあ今度はこれ。じゃあちょっと数えてみるな。こういうのいいか、まずプラスが数えよ。3、はい、1,2,3。じゃあ一応プラスはいくつですか？今来た人いるもんで、プラス3いったら、プラス3。マイナス数えるよ。3、はい、1,2。じゃあ数えてみて。3、はい、1,2,3,4。マイナス、マイナス4。
マイナス4。じゃあプラスまでどっちが多いですか？まずプラスから数えてみるよ。しっかり3。はい。えい。BW の方々じゃない。3。はい。えい。2。はい。後ろの子行こない。3。はい。えい。2。3。4。5。6。プラス6。プラス6。6だから、プラス6。ちょっと言い方覚えてよ。プラス6。いってらっしゃい。はい。プラス2。2じゃないだろうか、お前は。本当に。今度ふざけたらいいか。ほっぺた中だぞ。いいな。男の子にはね、特別サービスがあるんだから。うん。トッピング、先生の話すトッピングつけてあげるから。ねえ、ねえ、お姉ちゃん？女の子にやったら？女の子ダメよ。女の子やったらあんた逮捕されるな。お前女の子か？うん。何よ？ちょっと証拠見せなさい。ん？証拠を見せなさい。わかるじゃん。まあ見ただけでわからないよ。そんなの髪の毛の長さよ。くんのも関係ないよ。関係ないよ、まあ、髪の毛の短い女の人だって嫌いだっているもん、うん、長い女の子ってね、長い男の子だって嫌いだっているでしょ。ハンが髪バサって切っちゃった。そうだよ、あんたは完全に髪の毛をね、男の子モードじゃないの。短い。でもあの子は女の子だとわかるけどさ、あなたは可愛い顔してるからどっちなのかな。男？おかま。おかま。じゃあマイナスか0、3、はい、1、2、3、4、5、マイナス5、マイナス5、プラスとマイナスどっちが多いですか？プラス。プラスの方がいくつ多いですか？プラス1。いくつ多い余計に？プラス1。プラスの方が1個多いからプラス1っていうのね。今ちょっと遅れてる。じゃあちょっといくよ。いかがこれ見てたことあるの？これは BW ショッピングセンターで、これが白いあのプリウスが僕の車で、赤いベンツが誰かの車で、ブルーの BMW が誰かの車で、白い、これがビッツが誰かの車で、でカローラもあるのね。それでみんな、BW 教室入ってきました。プラス1階には、野菜売り場がありました。お母さん野菜買いましょうね、いいね。でプラス2階行きました。お洋服売り場です。じゃあ聞きますが、プラス1階何売ってますか？プラス2階何売ってますか？洋服。何？洋服。ところがこれ地下街があるの。見ちゃった。マイナス1階には恐竜が住んでいます。ガオガオ。それが恐竜が住んでるのさ、昔でしょ。だってさ、普通の人は入れないんだもん、ここへ。 BW ショッピングセンターに1階なんて誰も来ないもん。秘密の部屋だから。でマイナス2階はどうなってるかというと、お化けが住んでいます。でマイナス2階、え、じゃあマイナス1階何がいますか？恐竜。マイナス2階何がいますか？お化け。ところがこれだけじゃない。 BW ショッピングセンターにはマイナス9階まであるのです。じゃあやれー。それである日、お母さんと子供がマイナス9階まで行くことにしました。行かない方がいいよって言ったのにね。ねえ、マイナス3階です。お母さんボタン押して、マイナス9階にするわよ、いい？そしてエレベーターが降りていきます。皆さん、これから BW ショッピングセンターのマイナス4階行きました。9階まで行きますよ。やめる？うん、帰ろうか。もう、ね、鈴木さん帰る？もう帰ろうか、怖いから。ねえ、怖くないの？だって鈴木さんが行きたいと言えば行くし、行きたくないと言えば行かないし、どっちにする？どっちでもいい。そう、どっちでもいいという会話ないの、残念ながら。ドッジボールってのはあるけど。何？じゃあ行ってみたい。行ってみたいか。じゃあマイナス4回。マイナス。マイナス5回。マイナス6回。マイナス。マイナス7回。マイナス9回ないじゃん。マイナス8回。お母さん怖いわ。鈴木さんがね、ドッジボールでも行ったから、ドッジボールでいいわ。上行きましょうよ。でもここまで来たんだから、マイナス9回行ってみましょうよ。と言って、マイナス9階へ来たら、そこはなんと不思議な地底世界でした。ねえ、地底世界。山がね、山が金でできてるの。お花がピンクでね、いっぱい草もピンク。なんとネッシーの恐竜が住んでいました。お母さん、ここ素敵ね。 BW ショッピングセンターの9階にはこんな素敵な世界があったんですね。じゃあ戻りましょうと言って、お母さんと一緒に戻ってきました。マイナス8回、マイナス7回、マイナス6回、マイナス5回、マイナス4回、マイナス3回、そしてマイナス2回へと行ったのであります。
そしてお母さんと子供はショッピングセンターから帰ってきました。お母さん楽しかったわね今日、 BW ショッピングセンターまた行きましょうねと言って車に乗って帰っていきました。ではみんなの成績をつけます。お利口さんはプラス4、おバカさんはマイナス4です。マイナス4いいね。まずこれは、スコア表です。スコアグラフです。皆さんはお母さんが、あ、そうだ、姿勢から行こう。姿勢、みんなの姿勢を検査します。赤さん、あの鈴木さんにその前クッと引いてあげた方がいいね。あの人今日なんとなくね、もう居眠りだらけモードよし、じゃあ成績発表します。みーんプラス1、岡崎さんがこんなことやってましたのでああじゃあお手伝いをしっかりしてる人手を挙げてください。お手伝いをしてる人1人2人3人だけ、みープラス2点でした。ああじゃあお母さんお父さん作ってくれたものを何でもよく食べてる人手を挙げてください。ピーンプラス1点でした。じゃあ林先生のこと好きな人手を挙げてください。一人だけ、あマイナス3点でした。まあ、お前らの成績だ。じゃあ私の顔は素敵だと思う人手を挙げてください。一人だけ、ウィーンマイナス3点でした。じゃあ林先生の顔好きだと思う人手を挙げてください。ありがとう、マイナス3点だけどな、君と僕は固い友情で結ばれてるんだな。よし、じゃあお家でしっかり勉強して宿題をちゃんとやってる人手を挙げてください。ベベ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 ベプラス4点でした。おめでとうございます。プラス4点です。それはうちでやってきた、やってやってきた。よし、ああいうふうに勝ったくねえの試験からちょっとプラス3にしまして、プラス4点です。ニコニコニコ。よし、みんなの成績発表しまい。じゃあ聞きます、プラスとマイナスどっちが多いですか。はいはい、岡崎さん、はい、ん、名前忘れた。マイナス、マイナスのいくつ多い。1個だからマイナス1言ったらマイナス1。その、おいおいおい、そんなべ、そじろじろ女の子って見ちゃいかんぞお前だってさ、見なきゃいけないでしょ。じゃあこれは、じゃあ今度光沢に聞いてみる。プラスとマイナスどっちが多い。え、どっちも多い。どっちも多いってのは困るんだよだって4と4だもん。ってことはそういう時はなんていうの。同じ、同じ、同じことをね、例っていうの。例、例覚えておいてよ。いい、例な。よし、プラスとまず数えてみるか。プラスいくつあるか。3、はい、1、2、3、4、5。マイナス数えるよ。3、はい、1、2、3。プラスとマイナスどっちが多い。見えない、ちょっと見にくいね。1、2、3、どっちが多いですか。はい、ね、いいよ、言ってごらん。みんなプラス、プラスいくつですか。プラス2。違いはプラス2。今日は違いが大事なの。いいか。じゃあこれちょっとこれ、ま、見にくいですけども、まずプラスから数えるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。マイナス数えるよ。3、はい、1、2、3、4、5。プラスマイナスどっちが多いですか。プラス、プラスいくつ。プラス違いはいくつ。違いは2。そう、2なの。もう一回行くよ。プラス数えるよ。1、2って言ってくださいよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。7、7、7、7と覚えておくのよ。今度マイナスいくよ。3、はい、1、2、3、4、5。5でしょ。ってことは違いはプラス2。プラス2、違いはプラス2。じゃあ見て、プラス、だから5式は2になる。そうだよ。プラスはいくつ。マイナスはいくつ。2。違いはいくつ。3じゃない。プラス3。プラス3、そこ OK。まあプラスはいくつ。3。マイナスはいくつ。4。違いはいくつ。1。マイナス1。マイナス1。プラスはいくつ。2。マイナスはいくつ。4。違いはいくつ。マイナス2。何。マイナス2。何だって。マイナス2。後ろの人しっかり声出してよ。プラスはいくつ。4。マイナスはいくつ。3。どっちが多い。プラス1。何。プラス1。今度順番いくぞ。いいか、真島君、プラスはいくつ。
6もないでしょ、これ。5マイナスはいくつ、違いはいくつ、2